皆さんこんにちは、 P レジェンド大林です。今回はですね、 POF 法について解説をしていきます。というのは、トレーニングのメニューを考えていく上で知っておくと便利な理論なんですが、 POF というのはポジションオブフレクションの頭文字を取ったものでございます。簡単に言うと、動作のどの局面で筋肉に一番負荷がかかるのかということを考えてメニューを組みましょうという理論でございます。この POF 法では、筋肉に負荷がかかりやすい可動域で3種類の種目に分けています。一つ目がミッドレンジ種目といって、可動域の真ん中で一番強い負荷が筋肉にかかる種目のことを言います。二つ目がストレッチ種目といって、可動域の最初の方、しっかり、ね、筋肉が伸びているところで負荷がかかりやすい種目。最後3つ目がコントラクト種目といって、可動域の上の方、筋肉が収縮しきるところで強い負荷がかかるもの。この3種類にトレーニングを分けて、この3種類のトレーニングをバランスよくやっていくことで、筋肉の可動域全体で効率よく負荷をかけて筋肥大させていきましょうというようなトレーニング理論になってます。じゃあですね、どんな種目がこうどのカテゴリーに当てはまるのかっていうのを紹介をさせていただきます。まずですね、みんなが大好きな胸のトレーニングから説明をしていくんですけども、胸のトレーニングのミッドレンジ種目はベンチプレスですね。ストレッチ種目というのはダンベルフライですね。やっぱりしっかり下まで下ろした時にぐーっと負荷がかかってきます。こういったベンチプレスとかダンベルフライっていうフリーウェイトの種目というのは、上げていくにつれて負荷が弱まっていくので、可動域の最後の方、収縮の局面では負荷が抜けがちになってしまうという欠点があります。その欠点を補うケーブルの種目、ケーブルクロスオーバーがコントラクト種目になります。なので、この POF 法に照らし合わせて胸のトレーニングをするとしたら、1種目目にベンチプレスをやって、2種目目にストレッチ種目のダンベルフライをやって、最後にコントラクト種目のケーブルクロスオーバーで締めるということで、筋肉の可動域全体を効率よく使ってトレーニングができるという形になってます。では背中のトレーニングなんですけども、まずミッドレンジ種目は懸垂とかですね、ラットプルダウンがこれに当たります。ストレッチ種目はダンベルプルオーバーという種目ですね。ちょっとマイナーなんで知らないっていう方もいらっしゃると思うんですけども、非常にいい種目なのでね、ぜひ取り入れてみていただければなと思います。最後コントラクト種目、ケーブルプルオーバーになります。この3種目が背中の、POF 法を元にしたトレーニングということになりますね。次肩いきます。肩のミッドレンジ種目は、ショルダープレスですね。バーベルでもダンベルでも構いません。ストレッチ種目はインクラインサイドレイズですね。コントラクト種目はケーブルサイドレイズになります。上腕三頭筋。ミッドレンジ種目はライングトライセップスエクステンションとか、ナローグリップのベンチプレスなんかがミッドレンジ種目ですね。でストレッチ種目はフレンチプレスになります。コントラクト種目はケーブルプッシュダウンですね。上腕二頭筋のミッドレンジ種目がバーベルカール、ダンベルカールでもいいんですけど、ストレッチ種目がインクラインカール、コントラクト種目がケーブルカールとかコンセントレーションカールなんかがこれに当たります。下半身大腿四頭筋のトレーニングですね。ミッドレンジ種目がスクワットですね。ストレッチ種目がシシースクワット。これもね、ちょっとマイナーな種目なんで聞いたことないっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。コントラクト種目はレッグエクステンションになります。ももの裏側、ハムストリングのミッドレンジ種目はスクワットとかデッドリフトとかレッグプレスなんかがこれに当たりますね。スクワットとかレッグプレスはちょっとね、フォームを工夫してハムストリングに入りやすいようなフォームにしていただくと、よりこうハムストリングのトレーニングとしての効果が期待できるかなと思います。ストレッチ種目はルーマニアンデッドリフトなんかがメジャーですね。ルーマニアンデッドリフト、スティフレッグデッドリフトですね。コントラクト種目はレッグカールになります。といった形でですね、3種類のトレーニングをバランスよくやっていくことで効率よく筋肥大をさせられるんではないかという考え方が POF 法になります。私もこの考え方というのは取り入れてですね、自分のメニューを組む際の参考にもしてますし、多くのボディービルダーの方たちがこの POF 法を参考にメニューを組んでますので、効率よくですね、筋肉を大きくしていきたいっていう方はこの POF 法を参考に
にメニューを組んでいただければなと思います。それでは今回は POF 法について解説をさせていただきました。他にも解説してほしいということがありましたらコメント欄に書き込んでいただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。